いやー夏といえばやっぱり T シャツが快適なんだけどもちょっと大人世代にはカジュアルすぎる気がするんだよなできれば襟がついているポロシャツの方がなんとなく安心感があるんだけどもいつも同じような単調なコーデになりがちなんだよなもうちょっと大人に似合うようなポロシャツコーデ幅を広げたいんだけどもこのあたりしっかりと伝えてくれる人はいないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人のポロシャツコーデ5000プロが徹底解説しますというテーマでお届け ポロシャツというのはすごく便利なアイテムかなと思うんですね真夏のトップス2大巨頭だと思ってまして T シャツはカジュアル派の方が着るものでちょっと小綺麗に着たい方であれば襟付きのポロシャツですねこっちの方がちょっとこうシャツの延長線上で着やすいかなと思うんですねただ T シャツとポロシャツでいうと T シャツの方がよりですねカジュアルで多くの方に似合いやすくてですねポロシャツに関しては選び方によってはちょっとおじさんっぽく見えたりするのでややコーディネートが難しい印象です しようかなと思うんですね。ですので、僕の動画の中では濃い色のポロシャツを皆さんにご紹介しているわけなんですね。明るい白だとかライトグレーだとおじさんっぽく見えるので、色がシャープなブラックだとかダークグレーだとかネイビーですね。この辺りのポロシャツを選ぶことでシャープな見た目をですね。目指すような動画をお伝えしているわけなんですが、まあ、今回の動画ではいつもマンネリ化しがちなポロシャツコーデをですね。5個皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、今回は僕の手持ちのポロシャツですね。 いろんなものをですね持ってきましたのでそれらを組み合わせてコーデ組んでみますがその他にもこんなコーデしてますよっていうのがありましたら皆さんもコメント欄の方で教えていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に夏のポロシャツコーデを皆さんに一つずつ解説をしていきたいなと思っています。ということで、まず1点目の着こなしなんですが、僕の中では結構ですね、定番的で再現しやすいコーデかなと思ってるんですが、まずはポロシャツ自体はですね、今季のアーバンリサーチをですね、ソロテックスを使ったややワイドめのポロシャツを使っています。まあ見ていただくと分かる通りですね、少し袖丈が長めになってまして、身幅もゆったりとしています。まあ全体的には少しスポーティーな雰囲気のですね、 ボックス型のポロシャツになっててましてこれがですね結構今季使いやすいなと思って僕も日常的に使っています色はですね冒頭でお伝えした通りシャープな色を選ぶといいかなと思うので今回はダークグレーを着てみました重たい色なんですが首元にちょっとだけホワイトの T シャツを重ね着することで少しだけ軽めの印象になっているかなと思いますそれに対してボトムスはブラックですねモノトーンで合わせるということでブラック系のですね EG ーーパンツを合わせていますトップスに合わせてそんなにこう細い感じではなくてややゆとりのあるもの のを合わせてみましたでポルシャツの雰囲気がちょっとこうビジカシ的なですねきれいめなものではなくて少しこうテック感溢れるようなポルシャツだったので足元はニューバランスをですねグレーのスニーカーで適度にスポーティーな雰囲気を取り入れてみましたこの着こなしは結構簡単で誰でもですね再現しやすいかなと思うので良かったら皆さんもトライをしていただきたいなと思っています、まあ、こちらの着こなしをベースにしながらいろいろとカスタマイズが可能で例えば今回足元はですねニューバランスのスニーカーなんですが足元をサンダルに変えてあげるとより 軽快なな感じになりますよね全体のコーディネートの中でも1点からだけで全く違った印象なのでぜひ、まあ、皆さんもですねこちらのコーデを一つのベースにしながら横展開していただくと様々なバリエーションが楽しみやすいかなと思っていますで夏は、ね、アイテム自体の点数が少ないのでちょっと地味に見えがちなのでちゃんと小物で盛るということですねこれも大事なのでいつも通りですがこのバングルと時計ですねこの辺りはちゃんとつけてあげて少し腕元を盛るようにしていますでスニーカーもですね白レ レザースニーカーみたいなものもいいんですがちょっとこうシンプルになりがちなのでニューバランスだとかホカだとかちょっとこうボリューミーなものを合わせた方が夏にはすごくバランスが取りやすいかなと思うので是非皆さんもですねこういったコーデ試してみていただければなと思っています。 はい、続いて2つ目のコーデなんですが、ちょっと雰囲気を変えてですね、ボトムスの色を思い切って変えてみました。先ほどはブラックのパンツということで、安定感があってですね、すごく使いやすいんですが、まあ、夏らしさというところで言うとですね、やっぱり白パンですね。これは欠かせないなと思ってるんですね。個人的にも白のデニムが大好きなので、今回はこちらのボトムスに変えてみました。まず上半身お見せしたいなと思うんですが、これまたですね、今回初めて皆さんにご紹介するポロシャツかなと思います。今期のビューティーユース のオリジナルになるんですが少しゆったりめのポロシャツではあるんですけども色ですねこれが特徴的でオリーブを選んでみました僕はですねよく皆さんにご紹介するポロシャツとしてブラックネイビーダークグレーこの3色が基本になってるかなと思うんですねただちょっとこう雰囲気を変えたいなということでこなれ感の出るオリーブを選んでみたんですね色すごく良かったのでやぼったくはならずにですねすごくこれ新鮮な雰囲気になるので個人的にもすごく気に入ってるんですねサイズ感少し緩めのポロシャツにしていますま タイトも悪くはないんですが従来のですねおじさんポロシャツに見えがちだったりするので少しゆとりを持たせた方が現代的な雰囲気は出るかなと思っていますでリモートからですね相変わらず T シャツ覗かせてるんですが、まあ、素肌の上に着てるような感じでインティーを着てその上にポロシャツでも全く問題はありません特に夏は暑いのでそういった着こなしもいいんですが、まあ、今回はですね僕のブランドのですねマイクロボーダーのですね T シャツを着ています少しだけこういった柄をチラ見せするのが好きなので今回はこちらを使ってみます で上半身のオリーブがですねちょっとやぼったく見えがちなのでボトムスはホワイトでしっかりと中和するということですねそうすることでちゃんと上下でバランスが取れますし暑苦しく見えないのですごく大人世代にも似合いやすいコーデが完成するかなと思いますで足元なんですがこれ何選んでも全然問題ないんですね例えば先ほどのニューバランスのですねスニーカーとか合わせてもらってもいいんですが今回はですねちょっと涼しげな印象を作りたかったのでレザー製のサンダルを使っていますビルケン トックのチューリヒというモデルですね結構いろんなブランドからやってまして今季はビューティーユースと別注版がめちゃくちゃかっこよくて僕の動画の中でも何回かご紹介していますが今履いてるのは2年ぐらい前のですねエディフィス別注版のスウェードのチューリッヒですねサンダルの中ではですねスポーティーな部類というよりは少しこうレザーなので切れ目な要素があってこのように全体的に大人っぽいコーデにはハマりやすいかなと思っています歩きやすいですし肌が見えるだけでだいぶ季節感も漂うかなと思うのでぜひ皆さんもですねレザー系のサンダル これは1つ持っておくとと便利かなと思います。ちなみにこういったチューリッキをですね先ほどご紹介したモノトーンのポロシャツコーデに入れてもらっても全然問題ないのでこの辺りはですねカスタマイズしていただければなと思っていますちなみに先ほどのダークグレーのポロシャツとかブラックのポロシャツを着て白パンという組み合わせも鉄板で合わせやすいので是非トライしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目の着こなしなんですが、またガラリと雰囲気を変えてみました。1つ目、2つ目のコーディネートに関しましては、結構ポロシャツのサイズ感が少しゆとりがあってですね、ややカジュアルめの着こなしになってたかなと思うんですが、今度はですね、主に40代だとか50代の大人世代に使えるようなですね、オードのポロシャツコーデをですね、あえて作ってみましたが、いかがでしょうか。まずはポロシャツなんですが、こちらはですね、実は先日の動画の中でもご紹介してるんですね。襟型を見ていただきたいんですが、 カッタウェイと呼ばれるような第一ボタンを開けた時の広がりがかなり広くなっているようなそういった襟型のものを選んでいます結構イタリア系のシャツに多いようなものになってるんですがビジネスライクなプロシャツにこういったカッタウェイを取り入れるとシャープな雰囲気になるのですごく使いやすいかなと思いますサイズ感も見ていただきたいんですが袖丈ですね先ほどまで着てたものに比べるとだいぶ短いです腕の関節よりもかなり短めになってまして袖幅もですねかなりフィット感が高いような形になっています身幅に に関しても割とですね、タイトめになってますし、丈も長すぎないようなバランスになっているので、40代の後半から50代の大人世代が着るポロシャツとしては、これぐらいがスタイルはよく見えるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、検討していただきたいなと思っています。色に関しては、ネイビーですね、濃いめのネイビーで清潔感が漂うような色合いなので、特に大人世代には似合いやすいかなと思います。上半身が結構タイトめなので、ボトムスもですね、割とですね、足の形にフィットするようなものを選んでいます。今履いているものはもう 皆さんもご存知ユニクロのですね感動パンツのダークグレーですねこれがですねやっぱり使い勝手がいいんですねネイビーに対してグレーという色合わせというのは結構ビジネスシーンでもよく使うような組み合わせなので、まあ、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います今回はカジュアル着に落とし込みたかったので足元はですねブラックのレザーローファーとかではなくて白のですねジャーマントレーナーを合わせていますまあローファーを合わせればちょっとビジネスライクになりますし白レザースニーカーとかサンダルを合わせればカジュアルシーンでも使えるようなコーデなので 割とですね大人世代にはこのコーデは参考になりやすいかなと思っていますそして手元のアクセサリーなんですが今回は軽めにですね細めのバングルを1本だけつけています、まあ、先ほどまではもうちょっと太めのバングルをつけてましたし指輪もつけていたんですが、まあ、今回40代後半から50代向けのですね着こなしを作ってみましたので、まあ、シンプルにバングル1本ぐらいでいいのかなと思いますこれさえもちょっと気恥ずかしいという場合は外しちゃっても全く問題はありません、まあ、このような形でで大人っぽいですねポルシャツコーデという っていうのもおじさんっぽく見えないですし王道感があって使いやすいかなと思うのでよかったらトライしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目の着こなしなんですが個人的にはですねこのコーデ結構好きでですね時々やっているんですけどもだいぶまた雰囲気が変わってくるかなと思いますテーマで言うとですねちょっと男っぽいようなポロシャツコーデなんですがまず上に着ているポロシャツなんですがブラックのニットポロですねこれはもう男性にとってはマストアイテムかなと思うんですねもうよく皆さんにも動画の中でお伝えしていますがシャープに見えますしちょっとレトロさだとかクラシックさも漂っていてこのあたりが個人的にはすごく気に入っている ポイントなんですが、まあ、こちらを合わせてみました、まあ、サイズ感に関してはですね、適度にゆとりがあるんですが、まあ、今回ご紹介したポロシャツの中で一番中用ですかね、あまり大きすぎずにタイトすぎないようなバランスで、これぐらいのサイズ感みたいなものも僕は個人的にはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。今期のビューティーユースのものですね、これに対してボトムスなんですが、ちょっとこれが男臭い要素ですね。オリーブのですね、ベイカーパンツですね、最近はこのようなちょっとこうワークだとかミリタリーテイストのアイテム て結構トレンドででですすねね履いいる方も多いかなと思うんです、ねまあ、特にカーゴパンツみたいなところが流行になっていますが結構ですねカーゴってこのシルエットがもっと太くてですねあとはサイドにポケットがドンとついてるので結構カジュアルめになってしまうんですねなので僕はカーゴパンツではなくてこのようなベイカーパンツっていうものを履くことが多いんですねカーゴパンツに比べるとベイカーパンツの方がややですねシルエットも太すぎないようなバランスですしあとはポケットもサイドにはつかずにですね腰にこのような形で外付けについてるような なので主張がそんんなななにでででかくないんですねなのでベイカーパンツの方が使いやすいなということでこれは僕のブランドオリジナルで作ってるものなんですがこういったものを今回合わせてみましたオリーブに対してやっぱりこう野暮った色なのでその他の色はブラックで引き締めた方が僕はバランスがいいと思ってるのでブラックのポロシャツそしてオリーブのベイカーパンツというところで今回は着こなしを作ってみましたで足元に関してはこれまたいろんなものが合うんですが今回はグルカサンダルですねレザー系のサンダルで 肌がちょっと覗くようななもので軽快な感じを出しましたあととははいいつつも通り小物はつけててあげてバランスを取れば完成という感じですかね、まあ、この着こなしに関しては割とこう女性受けみたいなところではなくてちょっと服にこだわりの持っている男性だとか男っぽい着こなしがしたいだとかおしゃれが好きな方にもですね割とおすすめできるような着こなしかなと思っていますちょっとトレンド感漂うオリーブ系のパンツをですねうまく取り入れるには他のものをブラック系でシャキッとシャープにまとめるというところは他のですねコーデでも使えるポイントかなと思うので よかった皆さんもですねトライしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、だいぶ雰囲気が変わったので、誰だと思った方もいらっしゃるかなと思うんですが、スタイリストの旬です。はい。普段は割と小綺麗な着こなしをしていることも多いんですが、休日に外でですね、ガンガン遊ぶ時には、このような着こなしをすることも結構個人的には多いんですね。一番最初にですね、着ていたアーバンリサーチのですね、ソロテックスを使ったポロシャツですね。やっぱりこの素材感っていうのは、ややスポーティーですし、テック感があるので、こういったですね、 ンパパンンコーデみたいなものにもすごく相性がいいかなと思うので今回はこのような形で合わせてみましたまあボックス型のサイズ感なのでピタッとしないので割とですね風の通り抜けも含めてそんなに熱くはないので個人的にはですね川遊びだとか外遊びの際にですねこういった着こなしをよくしていますまあ今回は下をですねインティーを着てるだけですねなるべく軽快に行きたいなということで下に白 T とか特に合わせる形にはしていませんでこのポロシャツコーデもですね結構シンプルになりがちなので頭で ですね、まあ結構皆さんからリクエストが多いのが帽子の特集をしてほしいというものなんですがこれまた今度別で撮りたいなと思ってるんですが今回はハットをですねかぶっていますまあ夏はですね全方位から日差しをカットできるハットっていうのがやっぱり便利なんですよね僕もあらゆる場面で使っていて外遊びもそうですし僕はランニングもするのでランニングの時にもキャップだと結構日差し浴びちゃうのでこのようなハットをかぶることが多いんですねまあ今回使ってるのはノースフェイスの定番ブリマーハット ななんんででですすすがが実はノースフェイスのロゴがですねね見えないと思うんです、ね、最近僕がですね、カスタマイズしたんですが、ノースペースのロゴの部分をですね、黒マッキーでですね、色を染めまして、あえてロゴをですね、見せないようにしてるんですね。そうすることで、割とですね、ちょっと小綺麗な着こなしも使うことができますし、ブランドネームが逆にですね、使いづらくなることもあったりするので、ブラックマッキー作戦はですね、個人的には結構うまくいったんじゃないのかなと思っています。そして、ボトムスに関しては、これまたですね、今季のアーバニに リサーチで購入したものなんですがグラミチにローワーケースが別注をかけたショートパンツですねやや太めのシルエットに対して丈も少しだけ長めになっているので従来よりも少しですね今っぽい雰囲気になっているかなと思いますで足元に関しては今季のですねベストバインに近いと思っているホのですねホパラ2を合わせてサンダルなんですけどスニーカーライクに履くようにしています、まあ、こういった形で少しこうスポーティな形に振ってあげるとだいぶですねアウトドアな雰囲気も漂うかなと思うのでぜひみさん 皆さんもですすねバリエーションの一つととしてて使っていいいたただきたいなと思いますちなみに3つ目にご紹介したようなタイトなカットウェイみたいなポロシャツはですね短パンのスタイルにはまず合いづらいかなと思うんですねあくまで今着ているポロシャツに関しては素材感がソロテックスで少しスポーティーなのとサイズ感もゆとりがあるのでこういったものであればちょっとこうスポーティーな雰囲気に落とし込むのは可能かなと思うんですがなかなかですね一般的なポロシャツではこのようなコーディネートは難しいかなと思うんですけどももし皆さんもですねこういった少しゆとりのあるですねテック感あふれる ポロシャツを持っていたら短パン合わせだとかこのようなハット合わせみたいなものも意外とですね相性いいかなと思うのでよかったらトライしていただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の夏のポロシャツコーデ5000というテーマでお届けをさせていただきました、まあ、僕もですね時々ポロシャツコーデをすることはあるんですが5つのポロシャツコーデを考えるというのはだいぶ新鮮な体験となりました上半身に使っているポロシャツ自体は実はそんなに大きく変わらないんですね色がちょっと変わったぐらいでブラックだとかネイビーだとかグレーですねこのあたりのポロシャツを使ってですねあとはボトムストックスの組み合わせを変えてるだけなんですねそれで これだけでもだいぶ印象の変わるコーディネートが5個も作れますので、まあ、よかったら皆さんもですね試しやすいものから再現して夏のポロシャツコーデをですね存分に楽しんでいただければなと思っていますまあ、今回はですね僕の中で思いつくコーデを5つご紹介したわけなんですがこんなコーデも結構使えますよというのがあったらですねぜひコメント欄で教えていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説していきたいなと思っていますただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリ オリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末にですねライブ配信も行っています皆さんから頂い,いたご質問にその場でバシバシとお答えしていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますこちらは動画じゃなくて 文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをですね毎日更新で皆さんにお届けをしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに